はい <laughs> えとえー、こんばんばは、えー、布施秀人です、えーでえー、と今回はですね、えー、とライブ配信で、えー「現代アートの5億年」という話を、えー、いたします。<laughs> でただいまあのライブで同時視聴者数が 1, 1名ですけどあ2名になりましたけどまああのちょっと待ってください。 でえー、と2名に、えー、3名になりましたかまあまあ少ないですけどまああのえっ、ー、とアーカイブであのえっ、ー、と保存あのまた公開もしますのでまあ、えー、それなりの数の方はご覧いただけるかと思いますけどもまあ、まあ、とりあえず、えー、3名の方ですね、えー、とどうもご視聴ありがとうございますでえっ、ー、と大丈夫かなあのなんか今ちょっとマイクの感じ ちょっとすみません。えっ、ー、と、いつもと違う部屋でやってまして、手話ではな大丈夫ですね。えっ、ー、と、はい。で、えっ、ー、とですね、で、あの、えっ、ー、と、まあ、あげあの、えっ、ー、と、現代アートの5億年というあのタイトルでですね、えっ、ー、と、お話を、えー、することに。えー いたしましてで、まあ、ななんで、えー、このタイミングで現代アートの何とかという話をするかといいますとですねえー、と、まあ、最近というかあの今週ですね、えー、と現代アートはすごいという、まあ、この、えー、新刊が出ましてで、えーまあ、出ましたので、まあ、これについて語りたいとで、まあ、あの宣伝というか、まあ、という意味合いもありますけども、まあ、それ以上に まあ、あのこの本の、えー、存在というか書いたことに対しての,あの、えーまあ、補足みたいなですねなつまり、まあ、この本に書いたことそしてこの本には書いてないない、えー、けども、まあ、この本から読み取ってもらえるうようなですね、えー、ことみたいなのをちょっとお話しして、まあまあ、ともかく現代アートということについてですね、えー ちょっとお話ししようかと思います、えー。よろしくお願いします。でですね、えっ、ー、とまあまずあのまあこれえっ、ー、と現代アートはすごいというでサブタイトルがデュシャンから再、えー、派出た日までと。 いうようよなんです、ねえー、本になってましてで、まあ、取り上げたアーティストはですね「えーまあ、デュシャンから」ということなんで「まあ、デュシャンから」ですけどもでここにちょっと名前が書いてあるのでちょっと読んでみますと、えー、ジャクソン・ポロックアンディ・ウォーホル、えー、カワラ・オンクレス・オルデンバーグ、えー、ルネ・マグリットアルバ・アールトアイダ・マコトで、えー、後ろに続きましてワシリー・カンリンスキ、えーピート・モンドリアン ジャスパー・ジョーンズ、ナム・ジュン・パイク、オラファー・エリアソン、ダミアン・ハースト、ゲル・ハルト・リヒタ、杉本博士、宮島達夫、秋野又と、えー、言ったですね。人たちの,、まあ、あの現代アートの作品について、まあ、いろいろ、えー、論じている本です。あと、ちなみにあの、モンドリアンがですね、ピ,ピート・モンドリアンと、えー、普通、ピエト・モンドリアンじゃないかというふうに。あの えとまあ,あの、まあ、そ,ういうふそういう表記に馴染んでいらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますけど、まあ、んかオランダ美術が専門の人に聞いたらあのカタカナというか、まあ、あの実際の発音はピエトよりもピー,トのピートあるいはピトっていう方が近いということで、まあ、あのそれに即してピートにしましたのでこれ別に誤食ではないですね、まあ、いきなりその細かいことを言っても。 ですけども、で、えっ、ー、とそれでまあまずこのカバーですねでこれはあの佐々木俊さんってあのえっ、ー、と四度ですかねえー、まあ佐々木俊さんにえっ、ー、とお願いしましてでえっ、ー、とまあその一つの理由はまあデュシャンからというまあ現代アートなのでデュシャンからということは、まあ、それまあそれはそういうもんだろうなというふうに思いますけれども。 えとでじゃあ何までと要するに現代の日本ですね、えー、どこまでっていうので、えー、とちょっとあの、まあ、普通だとま、えー、っとうな現代アーティストまっとうな現代アーティストっていうかあの、えー、とジャンルとしての,その現代アーティストっていう形になると思うんですけども、まあ、あえて最果てたひさ、まあ、詩人ですね現代詩人 現代で再発大使さんは美術館での展示とかあ詩の展示とかもしているのであのもちろん現代アートのジャ,ンジャンルでも活動なさっているので、まあ、決して、えっと、違和感はないと思うんですけども、まあ、ともかくデ、えっと、ュシャンから「再発当た日まで」というふうに、えーまあ、編集者の人と相談していてですね、まあ、出た日まででたま、えー いきましょうということで、で、そしたらなんかもう、えー、この本の作りですね。で、これ、あのポプラ新章っていうところで、普通新章っていうのは、あの、えっ、ー、と、想定がのデザインが決まっているんですけど、あのポプラ新章は、あの想定は、あの自由だということで、で、まあ、だったらですね、もうなんてうか、ええー、と、サインハテタヒさん、えー、カラーで <laughs> というかですねので、サインハテタヒさんの本の、あの。 えとまあ、想定をたくさん手がけている、まあ、また再発達さんのいろんなデザインですねあの展示とかのデザインとかもやっている佐々木俊さんにお願いしたら、えー、いいんじゃないかというふうに編集者の部の人にですね、まあ、提案してそれで、えーまあ、それが、えーとまあ、実現したということで,でこれパッと見るともうなんかここにあの「サイン派出た日という文字があって。 このデザインでこれなんか最派手多氷さんの新しい刺繍ゅな絵画と現代アートはすごいという刺繍ゅう絵画っていうふうにまあ思われるかもしれないんですけどまあ大体そのピンク色とかですねあまりこのえとまあおじさんというかもうほぼ初老のというかあの私には似合わない色なんですけどもまあえとあえてですねまあこれいいんじゃないかというふうにまあえということでまあ大変気に入っているデザインなんですけど でそれであのこう四角があって、えー、三角があってで丸の字の中に入っていてこれ禅宗の,のよく仙台とかがあの、えー、書くあの、まあ、書っていうのかな、まあ、もあの図形なので、まあ、水墨画って言ったらいいのかもしれませんけどあど四角三角丸っていうのをこう三つ書くっていうのありますけど、まあ、それにもこう対応していてでまた現代アートなのでこうちょっと抽象絵画的なあの、えー、ところもあってですね まあ、大変気に入っている、えー、本です。でという、えー、カバーなんですけども。でですね。えー、とあのお酒じゃなくてドクター・ペッパーですけど。えっ、ー、とそれで。あの まあこの本「デュシャンから」ということでですねえまああのまあ現代アートを論じるっていうのはまあ普通にはまあデュシャンからっていうのがまあ一番一般的なことですね、え。ー なんですけども、まあ、デュシャンのアートっていうのはしばしば結構難解だとかですね、まあ、あとその美術史の文脈がわからないと、まあ、デュシャンのアートっていうのは理解できないみたいな言い方がされるんですけれどもあのまあもちろんですね美術史の文脈っていうのをこう勉強するというかというのもまあそれも楽しいことですけれども、まあ、あの果たしてそれだけなのかと。 いう,ふうに考えててましてですねで、まあ、この本では、まあ、まず最初のところで、まあ、デュシャンから始めるんですけどもこのデュシャンの「いずみ」えー、と,とかですね、えーまあ、そういうところから始めるんですけれどもあの最初の文章が「現代後は小学生でも分かる」と「現代後は小学生でも分かる」そんな話から始めたいというようなことで書いてまして。で別に、ねえー それはですねあの別に小学生にこれ読んでもらおうとかっていうことでもないしまあ現代アートあの,の展覧会に小学生、まあ、まあもちろん行った方がいいんですけども、えー、に行ってもらおうとかっていう意図ではなくてこの私の中の小学生ですねあなたの中の小学生、えー、レベルというかあの、えー、まあそういうことでもわかるっていうのがあの本来本当のえー 芸術っていうものが持っている力ですねまつまり芸術っていうのは人間の心に対してまあ意識とかあのまあいろんなものに対してのどこに働きかけてくるかと。それでまああの 美術史の文脈とかっていった時の、まあ、美術史っていうのはまあ特に現代アートを理解するために必要な美術史の文脈っていった時は、まあ、せいぜいあの長くても500年ルネサンス以降ですね、えー、ルネサンスがあって、まあ、近代絵画があって、まあ、印象派とかですね、まあ、あるいは印象派のちょっと前の頃のえっ、ー、と ギュスターブクールベあたりから、まあ、モダニズムっていうものが始まって、えー、みたいなですね、えーまあ、その現代アートの文脈っていうのはあその、えー、と美術史の文脈っていうのは大体だから100年単位ですね数百年レベルで,でそういう意味での、えー、と現,代現代アートが分かるためには美術史の文脈が分からないといけないということはそれは500年ぐらいしか見て,見ていないと。 500年ってももちろん長いですけれどもでも,あのもで、まあ、今日のタイトルが「ですね、現代アートの5億年」というタイトルにしているんですけど、まあ、どういう意味かっていうのはちょっと最後まで聞いていただけるとわかるかと思うんですけれどもあのまあ 5億年とかっていうレベルになってくるともう何て言うかなこの,、えー、とあの美術史の知識とか美術史の文脈っていう,こう頭の中にあるまあ言ってみれば大人の世界というかあだけではなくてあの、ま、本来芸術っていうのはもっとも,もっとなんかスケールのでかいもので,で本物のアートであればそれ絶対それがわかる あのえー、と小学生でも分かる、まあ、私の中の小学生、私の中の小学生レベルでも分かるというふうに考えてまして、でまあ、具体的にこの本の中で、例えばデュシャンの泉ですね、で泉っていうのは、っと今日、ねうんえーえー、はです、ねえー、とここにあの、えーと、マイク大丈夫かな。 デュシャンのこれ、えー、とレプリカ、えー、を持ってきてまして、ちょっとライ光をで。これがあの今、ちょうど照らされている白いのが、えー、泉ですね。で、あと、えー、とここにあるのが、えーとまあ、いわゆる大ガラスと呼ばれているものですね。こ、えー、これこうやっとい,た方がいいいたがかな、えー なんですけど、まあ、ちょっとまあこれも、えー、映しながら話そうかと思ったんですけども。まあえー、というですね、えー、泉ですね、まあ、要するに美術館に、えー、と便器を展示してあるいはまあ展示をしようとしていろいろスキャンダルになってとか問題になって、えー、それがまあ結局現代アートのまあ一番のことですね。 まあものだとで、まあまあ美,まあ、美術館に便器を展示して一体、えー、それのどこがあのアートの芸術なんだとわ、えーまあ、からないと。 えいうことなんですけども、まあ、これ本当にわからないかっていうと、まあ、この本の中でも書いたんですけども、まあ、マルセル・デュシャンのまあアートはレディメイドっていってさまざ、あ、まなこう既製品ですね日常生活の中にあるあの既製品っていうのをまあ美術館の中に持ってきて作品としてこう展示するというようなもので,でそれをもし例えば小学校の図工の授業でやってみた時にですね 先生があの、まあ、あの皆さんあの、えー、君たちって、まああのえー、と家にあるもの何でもいいから一つ持ってきてそれで、えー、とアート作品を作ろうみたいな課題を出した時に、まあ、ある子どもはあのス,スプーンもう、えー、曲がって使えなくなったスプーンをお母さんからもらって持ってくるとかですねまたある子どもはあの自転車のサドルを外して持ってくるとかですねで、まあ、そういう中でこう便器抱えて持ってくるやつがいたら。 絶対小学生の間だったら受け,受け,る受けますよね。で,で、えー、お前バカかみたいな感じで言うかもしれないけどもあの、えー、っと受けると思うんですけどもででつまりそのまず。えーっと デュシャンののの泉っていううはそういうものですねで、えー、とそれで、まあ、な,なぜ小学生その便器を見て受けるかっていうと、まあ、それなりのその小学生なりのこう10年ぐらいのですね、えー、人生があってその便器っていうものがどういうものかっていうのを、まあ、一つは認識しているでしょうけども、えー、さらにそこに何ていうかな,ない、まあ、結局あの、えー、とトイレっていうのは排せっていうかその。 内臓とかとも関わっているわけで,で大体内臓ができたのがその今日のタイトルである5億年なんですけども5億年ぐらい前にできてきてでそのなんか内臓っていうものとのなんか関わりでまあ子どもなりにこう10年間経験してきてまあそういうトイレ的なものが持っているある種のリアリティとあとまあ隠さなければいけないというふうに何となくだんだんこう、え。ー 考えるようにっていうか教えられるようになってきたまあタ,タブー的なものとか、えー、まあそう,そういったものの中でいきなり便器持ってくる子どもがいたらそれは何かこう喝采したくなるっていうかまあでいうふうにわかるんじゃないかということですねであであともうもう一つ言うとまあ、たたまたまここにえー、っとこれモナリザじゃなくてえー、っとジュシャンの、えー、モナリザに、えー を描いた作品ですね。でえーとまあ、これもですね、えーとモ,ナリザまあ、モナリザというか本当のモナリザにじゃなくて、えー、とモナリザの、まあえー、ポスターというかブロ,ロマイドというか、まあ、そういうのにひげ、えー、を描いたわけですけれどもでそれだけで一体何で、えー、これが現代アートになるのかと。 いうことですけど、まあ、これもですねやっぱり小学生の感覚になって、えーまあ、考えてみるとですね、まああのま、た例えば、まああのえー、とやっちゃいけないんですけど選,選挙ポスターみたいなのがこう、えー、街に貼ってあってですね、その候補者の、えー、に眼鏡描いたりマジックでひげ描いたりってあのやってみるっていうか。 まあ、そ,そういういたずらっていう衝動って、まあ、あると思うんですけど、まあ、それ選挙ポスターだとちょっと問題ですけども、まああのまあ、結局、まあ、ジュシャンがやっているっていうのやったことっていうのはそういう、まあ、ある意味でこう小学生レベルの子どもが持っている心の何かですね、えー、なわけです。そそれれでで、まあ、じゃあですねここんな小学生レベルのことをやっっったからてて言って、えー、それが アートととししてて果たして成立するのかとあるいはその、えー、とまあさっき文脈という話をしましたけどもじゃあこれがまたあの新たな文脈のまあネタになってですね、えー、その,後の、えー、まあこの 100, 100年ぐらい1919、えー、19年の作品なんで、まあ、ちょうど100年前ですけども、えー、100年経った今ですねこのデュシャンが提示したこのアートのスタイルっていうのがいまだに生きているかという。 こととをですねを考えてみるとまあそれがこれが大した作品でなければですね「ュシャンなんかモナ・リザ」にひげかいてふざけたやつだでえまあ何が面白いんだってまあちょっとしたいたずらじゃないかで終わってしまうわけですけどもこれ100年経った今ですね今の現代アートにおいてもえこの手法っていうのは実は今最もこう何て言うかな、えー 生生き生きとです、ね、使われている手法なんですねこれ,、えーとこれえー、とだ誰の作品だか分かりますかっていうか、えー、とち,ょちょっとせっかくチャットがあるので、えー、ともしなんかこの、えー、デュシャンのですね「このえー、モナ・リザ」にひげ描いたっていうようなあのやり方っていう ものが今の現代アートの一つの手法として、えーまあ、これしかもこれなんて言うか世界的なあの、えー、レベルの、まあ、アーティストのですね手法として、えー、こうどっか生きているっていうかさ,さて誰でしょうということなんですけども誰も書かれないけど別に、えー、クイズじゃないので。 まあ、例えばですけどバンクシーですよね。あので、えーとまあ、あのゲリラ的に街の中に、えー、こう現れて、えーまあ、どっかの壁にですね、えーとまあまあ、落書きというか、まあ、何かを書き加えて、えー、去っていくと。で、まあ、最近もなんかウクライナの、えーえー、と戦場のなんかあの破壊されたあの建物の壁に。 なんか書いたりとかっていうのがえまあつい昨日ぐらいですかねニュースになってましたけれどもバンクシーのまあ現代あまあ文脈的なルーツっていうのはまあ例えばあのキース・ヘリングみたいな人たちがそのニューヨークの地下鉄の あのまあ車体にですねいろいろスプレーとかで落書きしたっていうかまあストリートアートっていうかまあそういったもののえまあ一つのこう文脈を引いていると現代アート的なあのえ見方でいうとですねっていうぐらいのことは言われてますけれどもえこれ誰も言ってないかもしれませんけども,もう僕から見るとえバンクシーのですねこうルーツはこ,これですね。 やっぱりマルセル・デュシャンの「えー、このモナ・リザ」にひげ描いたっていう、えー、このやり方で一体何ができるのかというようなことなんじゃないかというふうにまあ僕は思ったりしていて、えー、というふうな,あのなんていうかな、まあ、現代跡っていうのは難解だと言われるんですけども今言ってまあ今。 1一つ2つ例を挙げただけですけれども決して難解ではないしあのまたそういったこのアートの文脈っていうこと以前にやっぱり,、まあ、っぱり作品の前に立ってその作品と向き合って、えー、その一体何が見えてくるかってこちらも白紙の状態になった時にこう向き合った時にあの、えー、まあ見えてくるっていうか力を持ったものっていうのが、まあまあ、本当の優れたアートで。 でまあ、現代アートの枠の中で忘れ去られていく消え去っていくっていうものが、まあ、あるかもしれませんけどもそういう中で残っていくものっていうのは、まあ、少なくともこのデュシャンの跡、まあ、っていうのはですねやっぱり100年とかっていう単位じゃなくても,もっとこう人間の、えー、根源に、えー、触れている何かなんじゃないかということですね。でそれで、えーと このタイトルが「現代アートはすごい」というので「まあ、このすごい」という方は、まあ、単なるタイトルなんですけど、えーとまあ、現代アートですね、まあ、要するにこの本は、まあ、いろんなこうアートの世界がある中で美術の世界がある芸術の世界がある中で、まあ、現代アートというものだけを切り取って、えー、取り上げているんですね。でえーとまあ、それは、まああの これだけの文章で何か書こうとしたら、まあ、とりあえず現代アートだけ書いたらあのこの一冊の本で終わってしまうということで、まあ、本当は僕としてはあのこうたくさんですね、えー、いろんな本を書いてあのその中の一、まあ、つとしてこの現代アートっていうのを取り上げているという認識ではあるんですけども、まあ、ただ少なくともこの現代アートがすごいと言っているっていうこと,っていうことはですね現代アート例えば近代絵画とかですね、えー、そういうもの と切り離して、まあ、現代アートというものを論じているんですけれども、えーとですね、でちょっとスライドを用意してきたので、えーまあ、例えばですね これデュシャンの泉ですね、えー、とフィラデルフィア美術館で撮ったものですかね。でまあ、あとちなみに、まああのえー、と特にあのこれただのおしゃべりなんで思いついたことを言いますとですね、えーとまあ、ちょっとこれフィラデルフィア美術館で撮った写真なんでちょっと思い出したんですけど、まあ、うちの息子長男がですね、えーまあ、中学卒業した頃に、まあ、将来現代アートの道に進みたいと。 いうふうなことを言い出してですね。まあ、そしたら、まあ、その自分も美術をやっている人間なので、まあ、これなんか教育しないといけないと。 まあ自分ができることっていうのはこれが一流だとかこれが本物だっていうのを選んでそれを見せるっていうか、えー、ぐらいでこの自分自身はアーティストではないのでこう作品を作る白姿を見せるってことはできないんですけども、まあ、そこでまあ考えたっていうかのが、まあ、デュシャンですよね。で、まあ、高校1年の時に、まあ、息子をですねフィラデルフィア、まあ、ニューヨークとフィラデルフィアに連れてってで、えー、まあともかくデュシャンを見せたと。高校年 まあさっき小学生でも分かると言いましたけども実際あのデートジュシャンあのまあこれ美術館に行ってこれ見て大笑いする子どもがいたらまあかえって正しいというか気はしますけどまあついかしこまって何が面白いか分かんないと思っちゃうかもしれませんけどまあまあうちの息子もです高校1年の時にえまあ何をそこに見たのか感じたのか分かりませんけどまあともかくあの現代跡の道に進みたいっていう時にえこれが。 頂点だってとりあえずの頂点はこれだっていうのをこう見せてでそこにどうやってこう人生かけて近づいていくかというようなことでまあ、まあ、連れてったというかまだ自分にとっても現代アートっ,て言っ,た,言った時のまあ一番のこ、えー、大事な作品なんですけれども、うん、でそれでまあ、まあ、この呪、まあ、者のですねこの、えー、と泉前後の、まあ「レディメイド」 っっていうものから、えー、現代アートが始まったで、まあ、最近、えー、と鳥取、えー、県立美術館でオーホルの箱を3億円で買ったっていうので、まああのえーま、ただの箱に3億円かけていいのかみたいなのと、まあ、一方でこれオーホルですから本物のオ,オーホルの作品っていうのがあの、えー、手に入ったということと、まあ、賛否両論みたいなのがありましたけども、まあまあ、あれも一つのルーツっていうか。 始まりも結局これですよね。えー、でえっ、ー、とな,なのでこの「現代アートがすごい」っていうのがという本がですねこの、えー、と泉からあるいはデュシャンから始めたっていうことはそうなんですけども、えー、しかしですねあの本当にそうなのかっていうつまりそのデュシャンはデュシャン以前のですねあのえっ、ー、とまあ アートっていうものを全てひっくり返して全く新しいものを作ったのか、まあ、あるいは実はですね単にそれまであった芸術っていうのを継承発展というかまあ、ただ違ちょっと違った装いを持ってまあ 引き継いだだけなのかで僕はまあそ,ういうふうそういうふうにつまり全然デュシャンのアートっていうのは新しいものではなくてえデュシャンが登場した時に新しいものではなくて実はかつてあったデュシャンがそのいた時にあったそれ以前にあった芸術っていうものの、えー、一番こう本質的なものを、えー、引き出したに過ぎないと。にこれ全然現代アートじゃなくて あの現代アートという枠組みで見る必要はなくて芸術という枠組みで見るべきだと。でじゃあ何かっていうと具体的にちょっと一つぐらい話をすると、えー、セザンヌですね。で、えー、とそれであの、えー、以前ですねエックス・えー X、アン・プロヴァンスですね南フランスのエックス・アン・プロヴァンス に、えーとまあ、セザンヌの,あの家というかアトリエがあって、まあ、そこ、えー、旅してそこに行ったことがあってでまあこ,これこの絵はあのエクスサン・プロバンスじゃなくてパリの、えー、とオルセー美術館にある絵なんですけど、まあ、まあただこれ写しながら話した方がちょっとセザ,あのセザンヌの話っぽくなるかなっていうのもあってそれ,それで話させていただきますとですねえー、とあすみませんちょっと一息で。 見てる人ああエリゴンさん、こんばんは、現代アートはすごい、今度読んでみます。あ,ありがとうございます。今度読んでみますということは、買いましたってことじゃなくて、今度読んでみます,まな,んみますなんで、あれですね。この、えーとえー、ライブ配信が、なんていうか、バナナのたたき売りじゃないけど、まあ、宣伝になってあれですかね。えーえー、ということですかね、まあ。ありがとうございます。えっ、ー、と、で、えーと、セザンヌですね。で あのえー、とそのセザンヌのアトリエに行った時にその、えー、とアトリエの部屋がそのまま残っているのとでセザンヌが、まあ、モチーフに使ったいく,いくつかのオブジェですね、まあ、セザンヌ生物画を描いたので、えーとまあ、あのコーヒーカップみたいなものとか皿とかですね、えー、そういうのが置いてあってでそれを見た時にすごいなんかオーラを感じたんですよ。あのそのの、えー ただの多分だから今,で今か普通に買えば1,000円とか1,500円ぐらいのどうでもいいあの白い時期のお皿とかですね、えーとまあ、花瓶とかですね、えー、そういうものなんだけど、えー、そこに、えーオ,ーまあ、オーラを感じたんでもそれは理屈じゃなくて、えー、でそれは何でかっていうとその自分がその若い頃から親しんできたセザンヌの、えー、と絵の 絵の中に描かれたそれと全く同じですね、えー、と食器が,のがここにあるあの目の前にあるっていうであのだからまあ自分にとってはそのセザンヌの絵画を通してなんかあの、えー、どうでもいいものがあの、えーとまあ、本当にこうオ,ーラオーラを放つようなあの存在にですね変容したんですね。 その時もちょうど白い時期で,で、まあこ,れまあ、この絵はこの絵のものではなかったですけどもこの絵,絵でもちょっとその今の話でちょっと分かりやすくというかですね言うと、まあ、こんな感じの、えー、カップがあったりしてでこれそのものは、えー、とセザンヌのアトリエンになかったですけども例えばこれ、えー、とオルセー美術館でこう見てとかあるいはずっと子どもの時から画集とかで見てきて。 このやっぱりセザンヌのアトリに置いてあったらやっぱりなんかこう、えーまあ、のた,あのただのコップなんだけどただのコップじゃない、まあ、不思議なあのこう、まあ、強烈な存在感というかですねを放ってこう見,え見えてきますよね。で,でそれがそれはもしかしたらですねこの、えー、とデュシャンのこの泉っていうものの作品の構造と 同じななのかもしれないといとうことですねでこれもまあただのホームセンターで売っているような、まあ、今,今でいうところのホームセンターで売っているようなただの男性用便器かもしれないですけどもここに何だかわからないけどこう芸術っていうものがこう作り出したオーラというものをまとったっていうのがあって。でえーそれであの まあ、今セザンヌっていう例を、えー、挙げましたけれどもそれは決して偶然ではなくて、えーとまあ、デュシャンはですね、まあ、20代の頃、まあ、油絵を描いていたんですねでデュシャンが描いていた油絵っていうのは、まあ、どういうスタイルかっていうと一言で言うとセザンヌ的な絵ですねこれはあのデュシャンがデュシャンのお父さんを描いた絵ですかね。あのまああのえー も,もちろんセザンヌとは違うというかあの、えーまあ、ですけどもでもやっぱり明らかにセザンヌを意識してセザンヌの影響を受けて絵を描いていたと。で、でそののの…えー、とセザンヌのですね、えー、この まあどうでもいいような生物の中のこの、えー、一つの日,日常品みたいなものに僕がこうオーラを感じたっていうのは、まあ、もしかしたら、まあ、あのそういう、まああのえー、とデュシャンとセザンヌっていうのはつながるかもしれない。でそういうふうに考えてくると、えーまあまあ、このコップでなくてもいいんですけども。あの えー、2017年ですかねあじゃあ1917年ですかね今から100年ちょっと前にデュ、えー、シャンが泉というものを、えー、発表し,して、えーまあ、それによって現代アートというものが始まったと言われているんですけども実はそうではなくて、えー、それはかつてあった、まあ、こういったもの もともと印象派の画家たちってすごくあのモチーフとして日常的なつまりその王様だとか、えー、神様だとかそういう特別なものではなくてとてもこう日常的なものを描くという傾向がありましたけれども、まあ、そういう意味で何かこう,、えー、こもう泉デュシャンの泉以前に既に存在した泉ってこういうもんなんじゃないかとでつまりその現代アートっていう枠組みなんてないんじゃないかと。 いうふうふに、まあ、思,ったりし思ったりするわけですねで。そういうふうに考えてくると、まあ、僕は現代アートはすごいというので現代アートっていうものを一つ区切ったんだけど、まあ、これは嘘であるいはこれは間違いであの、えー、と現代アートだけ区切,る区切って現代アートを見るっていうのはちょっとせあの狭い、えー、視野の狭い偏った見方なんじゃないかというふうにも言えるわけですね。でえー ということは、まあ、いきなりあのこの書いた本人が書いた直後に、まああのえー、自分の本を、まあ、否定しにかかってるというかですね、えー、ところもあるんですけども、えーですねまあまあ、ともかくその、えー、と現代アートという枠組みですね、えー、これがデュシャンからということなんだけども、まああのえー、と実はその現代アートというのも、まあ よ,よくです、ね、その本質を見ていくと、えー、かつてあった芸術の中にそれと全く同じ世界っていうのはあったんではないかということですね。でまあジュシャンのちょっとオブジェを、えーまあ、これいくつかの美術館で撮ったものですけども、まあ、これは食器乾燥機ですかねなんかこう、えー、この腕みたいなところにちょっと引っ掛けたりとか。 まあでもなんかあのこうあえて美術館に展示して眺めるとちょっとなんかえ不思議な無脊椎動物のえなんかこう抜け殻かみたいなふうにもこう見えてくるまあそういうちょっと生命的な感じもするしまたまあこう自転車の作品とかあったりするわけですねでまあこれがあのデュシャンの作品ですで。 っていうようなことを書いたあの書きつつも、まあ、現代後の枠組みを超えるってことは大事だって言いたいのが、まあ、僕の一つのメッセージみたいなところで,あで鈴木さん、えっと、今読んでますというふうに書き込みしてくださって、まあ、どうもありがとうございます。えー、それでが、えー 微妙な漫画がきますけど、別に話に行き詰まってるわけではなくてもっていうかそもそも話すことをほとんどこう目次のようにですねあの、えー、こんな感じでもうちょっと iPad に全部メモしてきたので、えー、話すことはちゃんとあるんですけど、えー、どっちかというと体力的な感じでちょっと一息入れながら話してると。 でですね、えーでまあ、ここからあでであの、まあ、じゃあ,です、ねまあまあこの本はですね、えー、まあ何、えーまあ、て言うかな数,数千部というふうな、まあ、初版7千部だったかな、えー、だったりするのでたくさんの人に読んでもらいたいんですけども、まあえー、と今これでこの,あのライブ配信でやっている人 聞いている人っていうのは、まあそ,まあ、そんなたくさんの人ではな,いなくてで逆にその現代アートっていうかあの、まあ、そういうのにこうあの興味がある方だったりするので、まあ、あえてその、えー、ちょっとマニアックなというかですね、えー、と話をしていくとで、まあ、つまりこの本見た時に、まあ、この想定からしてもそうだし、まあ、大体新書という形式もそうですけどこれは現代アートの初心者が読む入門書なのかと。 いうことでですねでえだったら別にいちいち読まなくても大体分かってることしか書いてないのかということなんですが、まあ、自分としてはですね、まああのえー、とそうじゃないということが言いたくて今ここであのいろいろ話しているんですけれども、まあ、入り口としてはあるいはあの、まあ、とりあえずあの、えーまあ、第一印象みたいなものとしてはですね現代アートの 入門書あるいは現代アートの初心者の方がえとまあ現代アートを鑑賞するためのこう手引きになるような何かえとことを書いてある本なんですけどもやっぱり本を書くからには自分としてはですねやっぱり誰もあのえと論じていないような視点というかあるいはその読んだ人のがどんなまあ要するに現代アートのプロであってもですねこう目を開く。 ようなですね、えー、まあ、内容というかあのまあ、メッセージというかですね、えー、というのを込めたつもりでまあ だからあの、まあ、自分としてはそれこそその本当の現代アートの第一線で活躍している方に読んでいただいてもあの、えーまあ、何らかの自分のこの、えー、と芸術観というか世界観というのが、まあ、届くような内容になっているというふうに考えているんですけども、まあ、その話をちょっとその話をちょっとしていきますとですねでまずこの自分の世界観芸術観っていったもののですね えー、一番あの、えー、ベースにあるのは何かっていうと、まあ、自分の大学生の時の、えー、恩師の三木茂雄先生という、まあ、解剖学者ですね下大の先生をしていたで僕は大学院生の時に亡くなってしまったので、まあ、7年間だけの、えーまあ、お付き合いだったんですけれどもいまあ、未だにですね、まあ、僕62歳かな。 ちょうど三木先生が亡くなられたのが62歳で同じ年になったんですけどもいまあ、未だに多分自分にとって、まああのえー、と自分がこう芸術あるいはこの、えー、と世界ですね、まあ、宇宙とか含めたこの世界に対して何かものを考えたり、えー、していく時の一番の,あの、えー、まあ 背骨に骨格になるのはこの三木茂雄先生から学んだことでしたですね。でいまあ、だにそのまあ三木先生が授業の中で熱く語っていた言葉でいまだによく覚えていていまだにい思い出すあのえと考え続けている言葉でといえばこの意味がよくわかんない。 人間は星って人間は星じゃないでしょうってなんですけどもでそれをえもう30年以上ずっと考え続けてきてでまああのえと今の時点での,あの自分の理解は一つ分かったかなってところもあってまあそ,れがそれも書いてあるのがこの「現代アート」はすごいこの本の中になんですけども。 でえー、とそれであともう一つですね三木先生があの言っていた言葉で、えー「うんちを握れ」という言葉があったんですね。で、えー、とそれであの、えーま、以前ですね、えー、僕が書いた本で。 えー、人体5億年の記憶という本でですね、えーまあ、これ結局そのうんちを握れと三木先生から学んだことの自分なりのアンサーというかあーとして書いた本がこれだったんですけれどもあので、まあ、これサブタ,イトルタイトルが「人体5億年の記憶」っていうのでその5億年という単位でですね、まあ、やっぱり世界を見るっていうことを三木先生から学んでですね でえっ、ー、と僕のあの時間の単位でこれ最近ですねほんとこの半年ぐらいだ,んだんあのえっ、ー、と自分の考え方が整理されてきたんですけどもえー、5万年5億年50億年という単位で、えー、考えるとあるいはおっとえっ、ー、とげか,かわいいかわいいえっ、ー、と現,現代まあ現代アートっていうのはえー ちょっとダメだ。<laughs> えっと現代アートというものはですね、まあ、100年ぐらいのものででまたその現代アートの分さっき最初の方で言いましたけども現代アートの文脈がわ、えー、かるにはですねまあ、500年ぐらいのあの美術史のあの視,視,、えー、視野が必要だという。 ことをお話ししましたが、まあ、100年とか500年ではなくて僕にとってその芸術を考える時の時間的な尺度っていうのは5万年5億年50億年でしかもこの3つですねで5億年は今言いましたこの結局三木先生の,あのこの、えーえー、ことに対するアンサーみたいなことではあったんですけどこれもうちょっと説明していきますとですね まず5万年というのはだいたい5万年前に人の脳が誕生したということですね。あのまあ脳はあのそれ以前人類の誕生はまあアーストラルピテクスとかだと数百万年前でネアンデルタール人だと数十万年前ですけれどもまあ現代の私たちとほぼ同じ脳がたい作られあの誕生したのがあるいは登場したのがだいたい5万年前ですね。マ、まあ、マニニンン人人ですね。まあ、クロマニオン人はもう私たち、え、ー 現代の人間と生物学的、解剖学的に見ると同じですね。で,ですからその脳、脳という尺度で考えると、えーえーまあ、5万年、人の脳という尺度で考えると5万年なんですね。でこれに関しては、まずその。 それぞれぞ5万年5億年50億年の説明をしていきますとで5億年はですね、えーとまあ、目の誕生あるいは内臓の誕生、まあ、カンブリア紀の頃にですね、えーとまあまあ、それまで単、えーまあ、細胞生物みたいななん、まあ、だろう、えー、ミジンコゾウリムシぐらいのせいぜいですね、えー、とレベルだったようなものからですね、えー まあ、あの目を持ったなんかアノ,マ,のカリアノーマロカリスとかですねいろんなこう、えーまあ、奇妙なあの生き物たちが登場して、まあ、目が誕生したということが5億年で、まあ、ほ,ほぼ同じ頃に内臓ですね、まあ、あるいはそれ腸って言ってもいいけど口から入れてこう内臓を取ってとで、まあ、そういったものが誕生したのが大体5億年。えー、そして 50億年というのは、まあ、星ですね大体地球が40何億年前に誕生したので50億年という単位で考えると地球以前ですね地球以前星であると。 でまあ、この3つの尺度で、まあ、現代アートだけじゃなくて、まあ、僕がこの世界を見るっていうかあるいはじそもそも自分とは何かっていうのを考えたときにですね、えー、とじあの自分がこう、えー、参照する時間軸ですでこれはあの全部あの、えー、っと自分のことです自分っていうのは、まあ、あの皆さんですねあの私たち人間の体のことですで人間の体の中で、えーまあ、5, 5万年前に脳が誕生したと。 で5億年前に目が誕生したり内臓が出来上がったでそれが未だにこう体として存在しているとじゃあ最後のこの星って何なのかっていうことなんですけど、まあ、それがま,あまさにこう三木茂雄先生が言った「人間は星だ」ということとつながってこれが理解できれば「人間は星だ」の意味がわかるんですけれども。 でそれでこの5万年5億年50億年という単位っていうのはこれどっから自分が得たかっていうと、まあ、あの全然自分のオリジナルではなくてその自分の先生から学んだか取れました、えー、と自分の先生から、えー、と学んだものなんですね。で今言った5億年50億年は三木修行なんですけれどもえっ、ー、と 5万年っていうのは何かっていうと養老先生ですね僕が養老先生25歳の時に養老先生の研究室に出入りするようになって10年ほどですね東大の医学部の解剖学教室で研究生活を送らせてもらったんですけどもその頃養老先生がおっしゃっていた言葉で「人は5万年変わっていない」ということですね。 でえー、とそれで、まあ、このっていうような尺度あの、えー、と見方からその僕がその養老先生と出会って3年後になるんですかね、えー、に、えー、と28歳の時に出した本が「えー、脳の中の美術館」という本です。でつまりこれはその、えー、この5万年という単位で見た時のにその美術っていうのがどう見えてくるのかと。 いうようなことですね。で,で書いたものです。でさっきあのえっとセザンヌの話をしてえっとマルセールジュシャンとセザンヌをつないだりしましたけど、まああれはまだ100年とかですね。150年200年ぐらいの単位での見方ですけども、それのいろんなこうあの美術作品の共通点というものを5万年というレベルで見るということですね。でそれでえー、っとでじゃあ5億年、えー、が何かっていうとこれが まあまあ、内臓の誕生ということで、まあ、内臓なのでうんちを握れということですね三木,三木先生から教わったでそうするともう一つが、えー、この50億年というあれじゃないよ、えー、と人間は星だという。えーと まあ三木修行の言葉でで、えー、なのでその僕がその学生の時に聞いた三木先生の言葉で「うんちを握れ」っていうのと「人間は星だ」っていうのがこれ5億年50億年のことを語っているんだというふうに考えればいいんだというふうにまあなんていうかな、えー、最近だんだんこう気がついてきたと。でまあこれがその僕の,あの、まあ、人間観であり えー、でそ,のそれを元にした、えー、アートの見方ですね。で、えー、とさっきあの、えー、と最初の方で、えー、と小学生がデュシャンの泉がわかるっていうので、まあ、あれは小便器ですけども、まあまあ、うんちも同じようなそういったこう排泄物のあれは子ども ながらに5億年という,こうあの生命進化の記憶みたいなものに触れていて単に汚いとか何か面白いってことじゃなくて何だか知らないけどこう、えー、っとちょっと忘れていた何かの,この自分の体の中に眠っている感覚がこう生き生きと蘇るっていうようなのが5億年なのかなと。でそれで えっと、じゃあ,あのこ,この本でですねこ、まあ、現代アートはすごいとこれだから別に100年のアートを語ってるんじゃなくて、えー、僕としては50億年をこの一冊の本の中で語ったという、えー、志を持っていてですねで特にあの後半の部分で日本の現代アートについて、えー、取り上げているんですね。でまず河原恩の日付絵画から始まって、えー、杉本博さん、えー、そしてこうあの。 宮島達夫、えー、ちょっと継承略でいきますけど宮島達夫、えー、相玉こと,、えー、と秋猪又そして最後が三位、えー、果てた日というふうにつながるんですけども特にこの中で、えーまあ、宮島達夫から始まって宮島達夫相玉こと秋猪の又のあたりですね ここは何を書いているかというと、まあ、それぞれの現代アートとしての側面ということにも触れていますけれども僕としてはこれらの作品の中に秘められた一つのこう生命の根源に触れるような世界ですね、えー、っていうのを、えー、と書いております。で まあ詳しくはちょっと読んでいただければと思うんですけどもでそれを挟み込むようにまあ日本の現代アートの始まりを河原恩から始めて最後サイン果てた日で終わっているんですけれども河原恩の日付絵画っていうのは日付っていうのは何かって言えばそれはえっと <laughs> まあえ 地球があの太陽に対して自転、えー、をし、まあ、1回転するわけですけどもその1回転が1日になるわけですね。で地球が太陽の周りを交転で、えー、1周回るそれが1年、えー、になるわけで、えー、と日付を書くってことはそれはあのえっ、ー、と 1> 1日ととといいうううものと向き合うということで、でそ,れはその場合の「一日」っていうのは、ま、ず単なるあの何も考えずにいれば、まあ、朝起きて、えー、と夕方夜になって一日が終わるっていうことなんだけど、えー、それをずっと見つめ続けると結局「一日」っていうものを作っているのは星の世界。 であるということなんですねでいうようなことを河原恩の日付絵画のことを通じながら書いていてで実際なんかその河原恩の作品の前に立った時にあの、えー、とたまに感じるんですけどもそこに書いてあるのはただの日付なんですけどもその日付の背後にある地球がで河原恩はその,、えー、とその作品あの 日付絵画っていうのはあの午前0時から書き始めて24時間以内に必ず完成させると,あの、えー、と別の日にまたがないということなんですね。でその日付っていうのはその日付に書かれたものでそれは宇宙の中で地球がどの位置にあって太陽に対して、まああのまあ、その場合は点の方になるかもしれませんけどもでそういうですね たかが日付黒いところに白い数字とかアルファベットが書いてあるものなんだけどそこから何かこう宇宙の存在みたいなのを、えー、感じたみたいなことを書いてあるのが河原本なんですね。でそしてもうあの、えー、とあのほぼ終わりになってきますけれども最果て多妃さんですね。 三八大さんの作品についてもいろいろ言葉の問題とかですねいろんなことを書いているんですけどもここでは今あの、えー、と星の話をしたので三八、えー、大師さんの「惑星」という詩ですね、えー、これについてちょっと、えー、語っておしまいにしようかと思いますけどもで、えーとまあぼまあ、この、えー、と本を読みますと、えー、冒頭の2行を引用しよう。 まあ、惑星最果てた日ですねえ。僕の体に住んでいる君は僕よりもあの子のことが大切でえ僕の体を借りてあの子に接近したいと考えていると。でここで「僕と君とあの子」っていうのが出てきてどうやらこれは恋愛とかあるいは登場人物が3人なので、えー、三,三角関係の恋愛を描いた詩なのかというふうに読めるんですね。で、えー、と ところが3行目にその次にですね「僕は突然自分が惑星になってしまったような」っていうふうな「えー、僕は突然自分が惑星になってしまう星になってしまった」っていうことが出てくるんですね。でそれでさらに読み進んでいくと「えー、とその僕と君」っていうのを語るですね <laughs> こんな言葉も出,出てくると。 えー「僕の心を君にあげて50億年が経過していると」と50億年ですね50億年さっきの50億年ですねここで、えー、最果てた日さんの詩に50億年という詩が出てあの言葉が出てくるんですねで、えーと「僕の心を君にあげて50億年が経過していると」とまあ普通はだからこれは僕,僕,僕が、えーまあ、僕と君との関わりっていうのがとってもこう長い えっていうものの比喩として50億年という数字を考えてしまうかもしれないんですけど、まあ、僕はこれはあの天文学的な一つの正確な数字だというふうに考えていて三越、まあ、大使さんもそらくですね天文学のこともよくご存知かと思うので、えー、ここであの50億年という数字の意味っていうのは要するに地球が40数億年に誕生したとそれ以前の話なんですね。で、えーと 「僕の心を君にあげて50億年が経過している」と。だ君に君ってもしかしたらその結局そこでですねこの詩のタイトルが「惑星」というタイトルなんですねつまりこれは星のことを歌っている詩なんですねでなので「僕の心を君にあげて50億年が経過している」っていうのは 星と星の関係を <laughs> 歌った詩であるというふうに言うこともできると。でと言いながらえ同時にですね、えー、この,あの詩の言葉が放つ世界にはですね僕と君とあの子の関係っていうのは3つの天体の関係だけでなくてやっぱりあの、えー、恋の三角関係みたいなのがあって、まあ、その2つの世界がつまり 三木繁雄はあの、えー、と今,今のこことかつての彼方たっていうものを対比させて、えーとまあ、今のここをですねこの目の前にある今のここと,あの、えー、と空間的にも時間,時間,的,時間的にも今空間的にもここでと、えー、かつての彼方たっていうのは、まあえー、か時間的にも遠い昔遠いあるいは遠い未来遠い過去。 かなたっていうのは空間的にも、まあ、それこそ宇宙の果て太陽系の外みたいなですねでそれで三木先生の考え方としてはそのかつての彼方たっていうものをしっかりと見据えながらそれをですねぴったりと今のここっていうことと重ね合わせるっていうことが大切だと。 で人間の中には、えー、5億年の,その生命の記憶みたいなかつての彼方みたいなのがあるんだけどそれをですね今ここにいる自分のある種の身体感覚あるいは自分の意識自分の心、えー、そういったものとこう重ね合わせるでそのかつてのかなと今のここを重ね合わせると。 いうことが大切だというふうに、えー、言っていたんですけども、まあ、まさにですねこのサイハテ・タヒさんの「惑星」という詩はあの、えー、そのかつての彼方ですねでつまり僕の心を君にあげて50億年が経過しているというかつての彼方の世界とあと今、えー、まあ まあ、若い人の,あれですか、ね、あの三角関係の恋愛の関係っていうものをこう二重写しに、えー、しているんですね。と、えー、いうようなことをですね、えーとまあ、その再発達者のことを、えー、と語りながらですねそういうことを通してその自分がの、まあ、世界観生命観宇宙観であるところのですね、えー、5万年5億年50億年、えー、みたいなことをですね、えーっと 自分なりの芸術の見方として語ったのが、まあ、この本ですね。まあ言ってみればえと大学院生の時に出したこの脳の中の美術館これが5万年について語ったと。で何年か前に出した人体5億年の記憶が、まあ、5億年ということについて語った。 で今回ですね、特に西郷田師さんの詩に導かれて、えー、さらに50億年という、えー、時間の視、まあ、点というか切り口っていうのを、えー、得て、えーまあ、そういったところからあの、えー、と現代アートを語ったと。うでつまりこ,れこ,れこの僕の本は決してこの,、えー、この100年の現代アートっていうものを だけを見ているあるいは、えー、もうちょっと広げてその美術の美術史の文脈である500年ぐらいの単位で見ているんではなくて一応この本はですね50億年のアートですね、まあ、今日のタイトル分かりやすく「あの5億年現代後の5億年」と言いましたけれども現代後の50億年という視野で、えー、語った自分としては 壮大なですねでしかもそれがなんかこう、えー、かつての彼方じゃなくて、えー、今のここですねあのまあ例えばそれはあの現代後の作品そのものが、まあ、今目の前にあったとしたら今のここですねでまあ,あの、えー、こういう呪霊の泉を前にしたときに、えー、ここにですね何を見るか。 僕は、えー、5万年5億年そして、えー、50億年というものに、えーえー、とこうつながっていく、まあ、本物の芸術としての何かというのを見てでそれをこう味わい鑑賞するというのが、まあ、現代アートというものが持っている世界の魅力なんじゃないかというようなことですね。でちょうど1時間 だったので、えー、大体話そうとしたことはあそんなことでしたので突然の「ライブ配信ですか?お」お聞きいただいてありがとうございました。で今エリゴンさんがメッセージが撤回されましたってなんか今回は「藤田くん」って言ってましたけど。 あれですね、ちょうど写真用意してあったねえ、まあ。現代アートはすごいというのと、あまあ、藤田ですね。で、なので、まあ、ちょっとさ最後に、えー、でこれ、あの猫が、えー、と本見て、ね、猫に分かるかっていうことなんですけど、 これまあ、あの50億年と、まあ、5億年というレベルで言ってもですね猫にはつ何か伝わるはずで,でもちろん伝わらないですけれどもえっ、ー、と、えー、あの で,でもこれは間違いあの、えー、と自分としてはですねあの猫がこの本を読もうとするっていうことは自分がこの本に,、えー、をに込めた、まあ、志っていうものを、まあ、表しても、まあ、おりますですね。あエリゴムさん藤田君は出てこないのであ藤田を出すということかえっ、ー、とこの,この間もそうですね えー、まあ、い,いかまあこれ出しましたんで、えー、ということでですねえっ、ー、と今回は、えー、現代アートはすごいのまあ自分としてはあの観光記念ライブ配信トークということで現代アートの5億年ということでお話をさせていただきましたどうもご視聴ありがとうございましたはいじゃあ以上で終了します。